皆さん、こんにちは。広島文化学園大学長塚キャンパスへようこそ。今日は私たちがご案内します。それでは行ってみましょう。ここにはバスも来るので通学にはとても便利です。私はここからの景色がとても大好きです。僕も好きです。本館右側に本学園創立者海見勝先生と学園中高の師坂田誠二先生の石碑があります。シンボルアーチの後方には学園の教育理念である対話の教育、応明教育を表したモニュメントがあり、そこから球理実践の石碑を望むことができます。学生は毎日目にすることができます。1階事務室前にも応明教育を表す応明の額が掲揚されています。こちらは事務室です。奨学金の相談や証明書の発行など学校生活の相談はここに来るね。来客の受付や授業料などの相談窓口である総務課、カリキュラムなどの対応窓口である教務課、学生生活全般を相談できる学生課があります。こちらはキャリアセンターです。就職や進学などに関する情報はここで教えてもらえます。私は就職説明会のチラシやポスターなどを見て相談に乗ってもらってるよ。1年次から卒業、さらには卒業後も利用できるセンターです。企業情報の検索や就職や進学にかかる相談など気軽に相談できる場です。こちらは情報処理室です。私もレポート作成でよく利用しています。この情報処理室では遠隔授業を受けることができるようになっとるけ、みんなよく使ってるよね。情報処理室は授業や研究活動、課題レポート作成などの学習に利用しています。こちらは図書館です。専門書や楽譜などを借りに来ます。学生だけでなく卒業生や地域の人々も利用できます。学生対象に自宅郵送サービスが開始されたので、希望する資料を届けてくれるのは嬉しいよね。図書館の蔵書は8万5000冊です。4キャンパスは蔵書検索システムで統合されています。こちらはラーニングコモンズです。授業やゼミでディスカッションや発表などを行う場として活用しています。この先には保健室と相談室があります。怪我した時とか体調が悪い時に保健室に来れば先生がいるから安心するよね。悩み事などがある時は相談に乗ってもらえるね。救急処置や健康相談などを行っており、保健師が常駐し心身の面からサポートしています。学生相談室は学業、進路、将来のこと、対人関係の悩みなど臨床心理士が相談に応じています。ここは大講堂です。長塚キャンパスの中で一番広いのがこの大講堂です。2階にも観覧席があります。オープンキャンパスや
大学祭など大学行事に使用されます。ここは教職実践演習室です。いつも模擬授業や勉強会をしています。学生は模擬授業などさまざまな教育活動の練習振り返りを通して授業づくりの力を互いに高め合っています。こちらは音楽講義室です。防音室になっているのでオーケストラやアンサンブルの練習などで利用しています。可動式の座席で300人収容することができます。コンサートグランドピアノが置かれオーケストラ、合唱など多人数で演奏する授業のほか公開講座やコンサートなどに利用しています。こちらは食堂です。僕の食堂のおすすめは塩バターラーメンです。安くて美味しいご飯が食べられるのでお昼休みの憩いの場だよね。その他にも子ども子育て支援研究センター、スヌーズレン実践室や楽器の練習施設などさまざまな施設があるので最後にまとめてご覧ください。子ども子育て研究センターは子育て家庭のためのオープンスペースぶんぶん広場、地域の子どもたちの交流活動を実施するぶんぶんクラブ、特別な支援を必要とする子どもをサポートするミュージックチャイルドからなっています。スヌーズレン実践室には視覚、触覚、聴覚、嗅覚などの五感を刺激し心と体をリラックスさせるスヌーズレンを設置して特別支援や高齢者支援などに活用しています。音楽練習室は20部屋あり学生は自由に個人練習をすることができます。アンサンブル室やレッスン室ではグループでの演奏や伴奏合わせが可能です。いずれの教室も朝7時から夜9時まで学生が活用しています。広島文化学園広島長塚キャンパスの動画を視聴してくださりありがとうございます。キャンパスで皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。待ってます。